はい、それでは本日は今が旬のメバルさばいていきたいと思います。一般的にあのメバルと言いますと私たちはこちらをイメージするんですけど、正式には薄メバルと言います。まあ、メバルにもいろいろ種類がありますけどこちら、八戸ではこちらが一番ポピュラーですね。ではさばいていきます。まずは鱗を取ります。で鱗取り、あれば使ってください。鱗を取る際に背びれ、すごいトゲトゲしてますので、手刺さないように気をつけてください。はい、鱗取っていきます。で鱗取るときにこの尻尾ですね、こことかこっち、ここも取るの忘れないでくださいね。メバルは結構鱗が細かいのでしっかり取るようにしてください。このヒレの付け根もですね、ここも忘れなく、でこちらですね、ここも、忘れないで取ってください。続いて反対側、鱗取っていきますが、ご家庭でこういう鱗取りがない場合ペットボトルのキャップでも、鱗取れます。ただやっぱりあの、ね、トゲとか気をつけてください。じゃーっとペットボトルのキャップで、鱗を取るとこう中に、鱗が入っていって中あんまり飛び散らないようになっています。である程度取ったら今度は包丁でざーっと撫でてください。はい、これで、ある程度鱗が取れました。はい、続いては、内臓を取っていきます。こちらからですね、頭を左側に向けて、メバルのここ肛門ですね、ここから包丁を入れていきます。あんまり深く包丁は入れないでください。苦玉潰しちゃう時がありますので。でお腹開きました。そしたら、今度エラですね、ここの膜を、切ってください。膜が切れましたら今度はこの付け根ですね、ここを切ってください。断ち切って、で今度ひっくり返します。でこっちにも同じように膜があるので、切ってください。そしたら今度は、大元のここの付け根ですね、こちらを、切っていきます。はい、付け根が取れましたら引っ張ってください。内臓、取れていきます。はい、内臓取れましたね。少し油ありますね。で内臓を取りましたら、お腹ちょっと開いて、まあ、浮き袋なんか残りますのでこれ取ってください。あとは、血合いありますのでここに傷をつけてスプーンでこうかき出してください。はい、このようになりました。では一旦洗っていきます。はい、洗い終わったらきれいに水を拭き取ってください。生臭さの原因や、まあ、一番の重要なところは手が滑らないようにですね、水分を拭き取ってお腹の中も拭き取ってください。では、三枚おろしにしていきます。まずは頭を落とします。こっち側からやった方が、力が入りますので、鎌ですね、胸びれを持って、鎌の付け根から切っていきます。で、背骨硬いですので気をつけてください。ちょっと力入ります。くっと、はい、今度はひっくり返してまた同じようにヒレの付け根を切っていきます。で頭を持つ際なんですが、目玉のところを、持ってください。ヒレとかだとトゲトゲ、手に刺さりますので注意してください。で頭取れました。はい、それでは魚をひっくり返しまして、お腹の方から引いていきます。まずは、包丁を1本軽く入れます。で最後に、背骨に、ぶつかるぐらい。で今度はひっくり返します。今度は背中の方に包丁を1本入れます。で骨に沿って包丁を入れていきます。で最後ですね、ここまで最後包丁を入れてください。しっかりと。でないと、ここの身がえぐれてしまう場合があります。はい、ここまで来ましたら、まあ、腹筋などで、尻尾を押さえて包丁を一気に入れていきます。でここまで外れましたら今度は尻尾ですね。はい、これで、半身が終わりました。もう半身やっていきます。今度は、ひっくり返して背中からですね、
背中に包丁を1本で背骨付け根までしっかり入れてください。はい、これで三枚おろし完成しました。今日はお刺身にしていきますのでね、今から皮を引いていきます。ではまずはお腹の骨ですね。お腹の骨を取ります。包丁を逆さにしてこの腹骨の付け根を断ち切っていきます。そして、今度は包丁を普通に戻してここを薄くできるだけ薄く取っていきます。でここまでいきましたらもう切っちゃってください。はい、もう一枚やっていきます。逆さ包丁で、腹骨の根元を断ち切る。できるだけ薄く切っちゃうと。はい、では皮を引いていきます。皮は、尻尾の方から引いていきます。できるだけ端っこですね、身をあんまりつけないように。はい、ここに1本包丁を入れて、あとは皮をこうちょっとずつでいいです。一気にやらなくても大丈夫ですのでね。で尻尾の方の皮を掴んでちょっとずつでいいですよ。でメバルなんかは、皮引きやすい魚ですので失敗は少ないかと思います。ちょっとずつでいいです。はい、皮取れました。でこういう感じになります。でもう一枚やっていきますね。そしたらですね、あとはここの真ん中、血合い骨というところですね、これを取っていきます。基本的にはまあそんなに深くは入っていません。この辺りで止まるんですけど、全部取っていきます。ここですね。でメバルはちょっと変にこう骨が入っているのでちょっと大きめに取っていきます。はい、血合い骨も取り終わりました。それでは今からお刺身に切っていきたいと思います。はい、それではお皿の方に大根を持っていきます。はい、大葉を乗せます。お刺身の切り方は、2通りあります。まあ、一般的に平切りと言われる、切り方ですね。こうこのまま切っちゃいます。でこれが平切りですね。でお刺身を切るとき、並べるときなんですけど、できるだけ直線になるようにしてください。できるだけ同じ厚さ同じ幅にしていってください。はい、じゃあこれでね、背中が一つできました。こちらの方をそぎ切り、やっていきたいと思います。端っこはちょっと形が変なので、外しておきます。できるだけ、薄く切ってください。そぎ切りの場合は幅が広く取れますね。はい、こんな感じですね。お腹の方なんですけど、ちょっと身が少ないです。なので平切りでいいかと思います。ちょっと大きめに。はい、こちらでお刺身の完成でございます。皆さんこんにちは、店長の土屋です。食レポ初挑戦です。よろしくお願いします。私あの山口県の下関出身なんですが、八戸へ来てまだ日も浅いです。その中で初めて見る聞くお魚たくさん楽しみでしようがありません。今後ともよろしくお願いいたします。今日はですね、メバルです。鮮魚売り場の上野が作りました。お頭付きのメバルです。とっても綺麗な薄ピンク色の刺身です。食べるのが楽しみです。それでは早速いただいてみます。食感はコリコリした身の締まった感じがしますね。食べるごとに甘みも感じます。あっさりした白身のお刺身という感じですね。これは日本酒が欲しいですね。つまみにぴったりだと思います。次は一匹丸ごとの煮付けです。
これは地下惣菜売り場の宮正さんが煮つけてくれました。見た目赤い魚なのでとっても綺麗に見えます。タケノコが添えてます。これやっぱり季節を感じますね。それではいただいてみます。これはですね、身は硬くなく、すごくしっとりとしてキメが、細かい舌触りがしますね。甘辛く濃いめの味に漬けてあるので、これはご飯のおかずに最適だと思います。魚自体あまり大きくないので、これはもう一匹丸ごと食べれちゃいますね。美味しいよ。今日はメバルの刺身と煮付けをいただきました。三春屋はインスタグラムや、Facebook などの、SNS を通じて情報を発信しております。お客様のご来店心からお待ちしております。今日はありがとうございます。店長の土屋でした。酒場に乾杯。今日お邪魔していますのは高昭和3階にあります、居酒屋サンキューさんにお邪魔します。いつもですね、1階に階段のところに看板が出てるんですよ。すごい以前からちょっと気になったお店なんですけど、店内の雰囲気は14席ぐらいですかね。非常にこじんまりとしていい雰囲気の酒場ですね。じゃあ、なんかメニュー見ますとすごい安いですね。はい、そうです。なんか普通の値段じゃない感じなんですけど、おすすめって何でしょう。はい、本日の串焼き本盛りと、はい、牛タン焼きとちょこっと生ハム。ああ、いいですね。はい、はい、じゃあそれ全部いただきます。はい、ありがとうございます。あと飲み物はですね、はい、神泡プレミアムルーツ、はい、お願いします。はい、これ400円なんですね。すみません。ですね。神山俗に言うプレモルですね。最近この生ビールやっぱり泡が命だって本当に思います。ということで居酒屋サンキューさんに乾杯。うん、泡がクリーミーで最高です。はい、今日のお越しは。今日の年は牛の骨肉のビーフシチュー。わー、贅沢ですね。いきなり。もともと大将はどちらでやったんですか。そう、十和田です。十和田。はい、十和田出身で、あ、十和田のホテルでずっと働いてました。あの富士屋ホテル。富士屋ホテル。あ、やっぱりそうですか。はい、全部大好きなやつです。これ辛味噌ですか。はい、自家製です。いいですね。これいくらでしたっけ。600円。うわー、安い。じゃあ私はですね、一番好きなんですよ、このセリセリ、まあ、ネックと思いますけど、はい、一番好きなんですよね。うん、うん、この弾力が塩加減いいですね。うん、あービールに合うな。ちょっと辛味噌つけてみようかな。うん、100本食べたいですよ。うわ、これはビール進む。日本酒も飲みたいな。はい、うわー、香りが豊かで、もうね、なんて言うんでしょうね、この電子ってマスカットみたいな香りがするんですよね。いや、苦味とこの甘みがちょうどよくて、焼酎酒としても最高ですね、やっぱり。失礼します。チョコフト生ハムになります。さっきちょっとここから見えたんですけど、足、そいでましたね。はい、
とか、そのたびに削いでいくんですか。はい、そうです。うわこれはすごいですね。うわ生ハム、すごいなあ。なんかの切りたてだからですから、こうすごい香りが強いですね。はい、うん、このなんか絶妙なこの塩っ気とスペイン産の生ハムの独特なやっぱ濃厚さを感じますね。このためにビールとってたんですよ。いやでも本当に安くて美味しくて、どういうこの店作りっていうか思いでやってるんですか。です、ね、自分が飲むのが好きなんで、みんなとワイワイ楽しく飲める店を作りたいなと思いました。だからこんな安いですね。結構お酒飲まれるんですか。結構飲みます。どれぐらい飲むんですか。ちなみに日本酒だと、日本酒だと一緒。一緒。俺はさすがに飲めないな最近。きっとですね、串焼きも、はい、焼き鳥もですね、塩加減がちょっとしょっぱいんですよ。好きなんですよ。酒飲みは普通の焼き鳥がつけてそんなにね美味しいと思わないですよね。ちょっと濃いめが、あとこのハムも濃いめで好きですね。酒が進みます。進みますよね。セルフですか。はい。うわ嬉しいな、一人焼肉だ。はい、今日も足ついてますけど、はい、こちら足りなくても、はい、こちらがネギ塩です。ネギ塩と格子ナンバーです。味はついてるんですか。はい、薄くついてます。すいません、はい、なんかこれ見てすっごい気合入っちゃってですね。ハイボールください。ジブビームハイボール、はい、290円。290円です。塩加減も良くて、うん、これハイボール合わないわけがないですよ。京丹さんって牛。じゃあちょっと次は薬味を乗せて。うわー、うん、なんか高級焼肉店にいるみたいな。たまらん、本当に美味しいですね。いやー本当美味しくて、今日は完全に撮影忘れてます。本当に。でもすごい今やっぱ新型コロナで大変なんじゃないですか。そうですね。開店して半年ぐらい経ってからですかね、コロナ始まって、で今に至るんですが、まあ、常連さんにはよくしていただいてるんで。ああ、お客さんが途切れることはないですか。たまにあります。たまにある。じゃあその穴埋めに私来るようにしますから、はい、よろしくお願いします。あのいろいろ酒場見てきましたけど、こちらは大丈夫、酒飲みの気持ちがよく分かってると思います。ということで今日お会計多分3000いかないぐらいですかね。ごちそうさまでした。
じゃあちょっとマスク外してね、この方がどんなに変身するか。はい、じゃあ皆さんの方に顔を向けて、はい、この方が後ほどどんなに変身するかお楽しみください。そう、塩前塩もお願いします。はい、証拠を取っておいて。はい、じゃあ志田さん、じゃあね、準備の方よろしくお願いします。さあ、それでは始めてまいります。Let's go.